ここでね、一個アルカリ性とか酸性って違うものでも酸性、例えば、何から自分体じゃなくて逆方向にこう削ってって、寝るまでちょっと待って、その間にこいつを書きましょう。これで書いたら、この作った皿に真ん中に置いてく。100ミリリットル。多分量が無料してそうだろ。めっちゃ見えそうね。ちょっと火をコントロールした方がいいんだよ。すぐ焦げちゃうので。で、どこがピンク色になると面白いの？この鼻のとこ。なるほど、はい。あ、そんなこと言ってた？言ってました。じゃあそんぐらい使い切るぐらいほとんど終わっちゃった。そう、はい、そうだよね。まだ待てばいいから、はい、じゃあ、人はちょっと先っぽバキッと折っちゃって丸く、なんか紙とかにぐるぐるって書いて丸くしてもらっていい？分かりやすいとか、唇塗りとか唇塗る？大量に入れたから結構いい色が出る。下べるんじゃない？下べろ。下べるわけがね、怖いかな。なんで？いや、これでも映像的につまんないよね。じゃあ分かった、ちょっと待って、やればいいんでしょ。はい。